毎年野菜が高騰する時期があって困るで。そんなアカネは好きな虫はいるのだ。虫、突然じゃな。私は蝶々とか好きじゃな。まったくアカネは他の虫さんたちも大事にしてほしいのだ。ずんだ虫なのだ。ひらひら、あ、ひらひら飛んで可愛いずんだ虫なのだ。つぶす。というわけで今回は、見た目でしか判断ができず裏で頑張っている人を邪険に扱う視聴者のために野菜を守ってくれる液中について解説するのだ。液中解説？そうなのだ。液中とは人間にとって良い影響を及ぼしてくれる虫のことで、野菜を食べる害虫から野菜を守ったり、蜂のように蜂蜜を作ったりなどの人間にとって都合のいい虫さんたちのことなのだ。でもなんで今回は液中解説なん？それは今年は害虫飛来がひどくなる可能性があるからなのだ。カメムシの解説をしたんだけど、今年は暖冬傾向であり、カメムシが多く越冬していることが分かっているのだ。カメムシは枝豆などの夏野菜を食害する害虫であり、もし今年の夏野菜の被害が大きくなれば、僕たちのお財布事情が悪くなってしまうのだ。また害虫が増えると農家の人の仕事も増えて、農薬などの出費も増えてしまい大変になるのだ。というわけで一般の人たちができることとして液中を知ってもらえたのだ。それは大変。じゃあカメムシ見つけ次第潰しておかんとな。それはダメなのだ、アカネ。カメムシの解説で解説しているんだけど、世の中には害虫に似ている液中がいたり、人間が過去に害を及ぼす生物を駆除し、生態系がめちゃくちゃになった結果、駆除してきた生物を保護するようになったという歴史があるのだ。なので僕は害虫を自然の力で、つまり液中の力で減らしてほしいのだ。まあ確かにそうじゃな。今回の動画では視聴者に液中のことを知ってもらい、むやみに液中を潰すようなことをしてほしくないため、いろんな液中を解説していくのだ。特に子供はまだ善悪の判断が曖昧であるため、虫なら何でも潰す可能性があるのだ。また中には気持ち悪いけど液中だった生き物もいるので、気持ち悪いものは何でも倒す女性も見てほしいのだ。え、気持ち悪いの？今回の動画では液中を判別するため虫の画像を多用するので、気持ち悪くても絶対に見てほしいのだ。財布の中身を気にせず夏野菜を食べるためなのだ。でも気持ち悪い画像が出るときは警告するので、覚悟する準備があるのでご安心を。またこの動画では正確には虫でないけど、人間にとって都合のいい小さな生き物を液中と呼ぶのだ。虫や生き物が好きな人もぜひ最後まで見てね。というわけでずんだぬきさんになって BGM チェンジなのだ。ちょ、これパクリな。今回解説する液中は、可愛い系、かっこいい系、気持ち悪い系に分けるのだ。まずは可愛い系、まずはテントウムシなのだ。テントウムシ、この虫は可愛い模様でええな。そうなのだ。テントウムシは基本赤や黒色の斑点模様がある虫で、とある害虫を食べる液中でもあるのだ。可愛い見た目に反して肉食系なんじゃな。そのテントウムシが食べる害虫とは、アブラムシなのだ。アブラムシは害虫オブ害虫、最も厄介で最悪で最強な害虫なのだ。このアブラムシは緑色などの色をしていて、すごく小さいという特徴があるのだ。その大きさは 1.5 から3ミリもあり、米粒よりも小さいレベルなのだ。すごく小さいんじゃな。それで野菜を食べる悪い害虫なんじゃろ。そうなのだ。食べると言っても葉っぱをむしゃむしゃではなく、チューチュー食べるのだ。チューチュー。チューチューなのだ。せっかくだからテントウムシ役をしてほしいのだ。チューチュー。なんだこのネズミ。そう、アブラムシは植物の体液を口針を使ってかのようにチューチュー吸って栄養を吸う害虫なのだ。それは困るな。それは大丈夫なのだ。アブラムシ数匹が野菜の体液を吸って、野菜が枯れることはほとんどないのだ。しかしアブラムシはとある特徴があり、チュ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 、繁殖力がすごいのだ。やっぱり虫と言ったら繁殖力。アブラムシは暖かい時に大繁殖し、1匹でメスを100匹も産むことが可能なのだ。しかも1日で5匹の幼虫も産み、その幼虫が10日で成虫となるのだ。さらにアブラムシはメスだけで繁殖することが可能なのだ。え、オスがいなくても？そうなのだ。これを単位生殖といい、哺乳類以外の生き物で可能な生物が多々存在しているのだ。このアブラムシの単位生殖では卵ではなく幼虫を産み、冬になるとオスが現れ交尾をし、卵を産むようになるのだ。オスがいなくても繁殖できるなんてすごいな。ユリの間に入り込もうとする男を滅ぼしたいニコニコの視聴者も安心なのだ。アブラムシじゃから。それで一杯繁殖したアブラムシは野菜の体液を一杯チューチュー吸ってしまい、野菜が枯れるだけでなく、とあることも起こる可能性があるのだ。また悪いことするん？それはウイルスを媒介することなのだ。植物に感染するウイルスは今まで約600種類も見つかっていて、もしウイルスに感染したら現代の科学では対処ができないのだ。それでアブラムシはかのように植物の体液を吸うと解説したのだけど、もしウイルスを保有しているアブラムシが、もし野菜の体液を吸うために交信をさせたら、野菜全体にウイルスが蔓延してしまうのだ。うわあ。
もしそうなったらウイルスはこれ以上広がらないために野菜を抜いたり農薬まかないといけないのだ。もうその時点でほぼ手遅れなんだけど。でもテントウムシは食欲旺盛な虫で、ハブラムシをいっぱい食べてくれるのだ。その数は1日で100匹なのだな。100匹結構食べるんじゃな。チュー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 、テントウがいっぱい食べてるのだ。テントウムシはすごくアブラムシが大好きなのだ。テントウムシがいる場所にはアブラムシがいっぱいなのだ。あ、かわいいチューチューテントウだわ。畑の端にいるけど持って帰ってもいいわよね。チュー。あ、デーカが畑の端にいるテントウムシを持って帰ったで。いやあ、怖かったわ。ユリの楽園を荒らすにっくきテントウムシ。でもこれならいっぱいご飯をチューチュー吸えちゃうわよ。次はあっちの野菜盛り合わせディナーよ。これじゃあ、畑の中にいるアブラムシが大繁殖してしまう。そうなのだ。テントウムシは見た目が可愛いから持って帰る人もいるのだ。もし畑の中や近くにいるテントウムシを持って帰ってしまうと、畑の中のアブラムシが大繁殖してしまうのだ。虫だから持ち帰っても罪にならないと思うんだけど、この行為は間接的に畑を荒らす行為なので、畑の中や近くにいるテントウムシはそっとしてほしいのだ。何このチューチューテントウ、私のチーズをかじらないで。チューチュー。それで実はこのテントウムシ、幼虫は成虫と姿が違うのだ。え、そうなん。もちろん可愛い見た目なんじゃろうな。ここで人によってはちょっと気持ち悪い画像が出てくるので注意なのだ。キラキラ SE で気持ち悪さ感は、でキモ。そうなのだ。テントウムシの幼虫はキモいのだ。しかしこのテントウムシの幼虫もアブラムシをいっぱい食べてくれ、さらに成虫になり食べてくれるので、皆はこんな虫を見かけて潰すようなことをしてはダメなのだ。それでちょっと口知識なんだけど、こんなテントウムシを見たことあるのだ。ちょっと黒ずんだテントウムシじゃな。このテントウムシは二重や星テントウとい、草食性のテントウムシなのだ。このテントウムシは肉食じゃないんじゃな。え、草食。そうなのだ。このテントウムシは害虫なのだ。二重や星テントウ、別名テントウムシ探しとも呼ばれ、ナス科の野菜の葉っぱを食べてしまうのだ。害虫になるテントウムシもおるんじゃな。この二重や星テントウは見た目が通常のテントウムシとは違い、模様に艶がない、斑点が多いといった特徴があるのだ。でも視聴者はこの虫を潰さないでほしいのだ。液中のテントウムシを間違えて潰す可能性があるのだ。チューチューチュー。生き物を大切にしない人は自然に大切にされんで。次の可愛い系の虫さんはミツバチなのだ。ミツバチ、ハチミツ大好きじゃわ。そうなのだ。ミツバチといったらハチミツ、ハチミツを作ってくれる液中なんだけど、蜂蜜を作るために花粉を運んでくれるんだけど、この花粉を運ぶ行為によって野菜の花が受粉しやすくなるのだ。受粉しないと夏野菜の実が使えんよな。ミツバチは受粉を助けることで多くの野菜の実が収穫できるのを助けてくれるのだ。だから刺されると思ってミツバチを叩き落とそうとするのは止めてほしいのだ。それどころか逆にミツバチが反撃する可能性があるのだ。じゃけど近くに寄ったらどうすりゃええん。それならじっとするのがいいのだ。ミツバチは動くものに敏感なのだ。それで液中なミツバチなんだけど、他の種類の蜂の中にも液中な蜂さんもいるのだ。いくつかあげると困る花蜂がいるのだ。なんか毛深い蜂で可愛いな。この困る花蜂はオスが蜂っぽい見た目で、メスは黒色なのだ。そして名前の通り体長が12ミリと小さい蜂さんなのだ。困る花蜂はミツバチ同様花粉を集める蜂なので、野菜の受粉を助けてくれるのだ。ちなみに困る花蜂は沖縄と北海道以外に生息していて、いろんなところに生息しているので、花を見に行ったら見つけることができるかもしれないのだ。また困る花蜂に近いトラマル花蜂もいるのだ。こっちも毛深くてふわふわしてそうじゃな。このトラマル花蜂は名前通り虎のような縞模様がある蜂で、大きさが20ミリほどなのだ。また困る花蜂と同じく野菜の花粉を集めて受粉を助けてくれるのだ。それで日本での生息地は本州で、東から低山に生息しているのだ。しかし数が少なくなっていて、あまり見られない蜂となっているのだ。数が少なくなっているなんて問題じゃな。そうなのだ。これ以上減らないようにするために、皆は蜂が花粉を集めていても危ないと思って殺虫剤をかけないでほしいのだ。じっとしていれば刺してこないのだ。それで次は意外や意外、液中だった蜂を解説するのだ。意外な液中の蜂って、ちょっと怖い見た目なのでちょっと注意なのだ。カウントダウン、3、2、1。え、スズメバチ。そうなのだ。スズメバチは実は液中だったのだ。スズメバチは動物系の番組やチャンネルの影響でミツバチの幼虫を食べるイメージが強いんだけど、他にも樹液、花粉、イモムシ、ハエ、アブも食べるのだ。イモムシって野菜の葉っぱ食べるよな。そうなのだ。野菜を食べる害虫を食べてくれるので、スズメバチは益虫なのだ。とは言っても人間を襲うこともあるので、農業的には益虫、安全的には害虫なのだ。そんなわけで人間の生活圏に巣を作っている場合は害虫であるので撤去してもらわないといけないのだ。
そして最後に紹介する益虫の蜂は青虫コマヨバチなのだ。この蜂は花粉を集める蜂でもあり、さらには芋虫も倒してくれる蜂さんなのだ。へ、どうやって倒してくれるんだ。それは巣に芋虫を持ち帰って幼虫の餌にするのだ。じゃあ芋虫の食害を防いでくれるんじゃな。そうなのだ。あと有名な蜂を忘れていたのだ。もちろん可愛い蜂さんなのだ。あ、クマバチじゃな。ふわふわしてて可愛いな。もしかしてアリテールおっさんは嫌いされているのは毛がないからなのな。おっさんだから。クマバチはクマのようにずんぶりと毛深く花粉や蜜を集める蜂なので、野菜の受粉を助けてくれる蜂さんなのだ。針を持っているんだけど刺すことはほぼないのだ。でもハートが大きいのでちょっとびっくりするのだ。ちなみにクマバチは木材に巣穴を作ることがあるので、その業界の人たちにとっては害虫なのだ。それで最後に蜂の多くの種類は益虫であるので、蜂を見かけた際は刺激せず叩いたりしないでほしいのだ。蜂はスズメバチ以外可愛いからそんなことせんで。じゃあふさふさのおっさんは叩く。それじゃあ次の虫はかっこいい系の虫の解説なのだ。かっこいい系じゃな。男の子は好きそうじゃな。まずはトンボなのだ。トンボで有名なものにオニヤンマがいるのだ。オニヤンマは大型のトンボで 8.5 から11センチもあり、体が黄色と黒の縞模様で鬼のような怖い顔をしていることからオニヤンマという名前だとされているのだ。それでなんでオニヤンマの益虫なん？それは害虫を食べてくれるのだ。オニヤンマは空中で飛んでいる虫を捕まえ強い顎で食べるのだ。食べる生き物は蝶やがアブ、ハチなどがいるのだ。え、ハチも食べるの？ハチも食べるけど害虫である蝶やがを食べてくれるので益虫なのだ。蝶々は可愛いから害虫じゃねえじゃろ。まったくお金は可愛い生き物は益虫だと思ってダメダメなのだ。次積んだ虫見つけたら絶対に潰す。蝶々やガガを向けやトゲがないよ。蝶は芋虫であり、野菜の葉っぱなどを食害する害虫なのだ。あ、確かにそうじゃったな。幼虫の時は害虫。モンシロチョウの芋虫は油中の野菜の葉っぱを食べるし、アゲハチョウの芋虫はみかんの葉っぱを食べるのだ。でもオニヤンマがそれらの蝶を狩ることで芋虫の大量発生を防いでくれるのだ。それでオニヤンマは北海道から沖縄本土まで分布していて、平地、丘陵地、小川、湿地に生息しているのだ。もしそこらでオニヤンマを見つけて捕まえたズンダモンキッズはオニヤンマを放してほしいのだ。もし捕まえて持ち帰ったら生息地のオニヤンマが減り、芋虫が増えて蝶々の大群が卵の産み場を求めてのっちにやってくるかもしれないのだ。ちなみにズンダモンキッズとはサンドの飯よりもズンダ餅が好きな子供たちのことなのだ。それは3食ズンダ餅食っとるだけじゃろうが。また秋に飛ぶトンボに秋やカネがいて、秋を代表とするトンボなのだ。私と同じ名前じゃ。潰すのだ。ズンダ虫も潰すで。この秋やカネは赤トンボとして有名で、大きさが4センチほどなのだ。日本に分布していて生息地は水田、池、沼、湿地などなのだ。水田にいるんじゃったら見つけやすいな。しかも秋やカネは日本人の第二の魂、お米を守ってくれる益虫なのだ。ちなみに第一は枝豆なのだ。ビール好きなおっさんの魂な。アキアカネは肉食の昆虫であり、ウンカや横ばいといった稲に害を及ぼす虫を食べるのだ。視聴者は絶対に子だと思ったでしょ。さっさと続きを解説せ。まずウンカとはカメムシ目の昆虫で、薄茶色っぽいセミのような見た目をしている虫なのだ。成虫は5ミリほどである小さな虫で、イネ科の植物の体液を吸って生きているのだ。じゃあアブラムシみたいな害を引き起こす虫なんかな。そうなのだ。稲の栄養を吸うだけでなく、ウイルスなどの病気を運んでくるため、ウンカは日本人にとっての大敵なのだ。しかもこのウンカの種類によっては、中国南部から偏西風を使って日本にやってくる種類がいて、このウンカがトビイロウンカとセジロウンカなのだ。え、やってくるの？ウンカ来日なのだ。6月の梅雨時期になると東シナ海で南西風が発生し、1日から1日半かけて九州へやってくるのだ。しかしアキアカネの成虫は6月頃に増えてくるので、アキアカネがやってきたウンカを食べてくれて稲を守ってくれるのだ。へえ、じゃあ田んぼにいる赤トンボは大事にせんとな。それで横ばいはカメムシ目で、セミに近い細長い昆虫なのだ。この横ばいも害虫であり、ウンカ同様稲などの農作物の体液を吸う害虫なのだ。ちなみに横ばいは明かりに集まり、電灯や網戸などにいることがあるのだ。もしかしたら見たことあるかも。でもアキアカネはこの害虫も食べてくれるので、田んぼにいる赤いトンボは大事にしてあげてほしいのだ。それでトンボは基本的に益虫なので、トンボは捕まえてもいいけど離してほしいのだ。子供の虫捕りの時に伝えた方がええな。次のかっこいい虫さんはカマキリなのだ。カマキリは大きな鎌を持っている虫で、この鎌で虫を捕まえて捕食するのだ。中にはトカゲなどの自分と同じくらい大きな生き物も捕らえるハンターでもあるのだ。じゃあいろんな害虫を食べてくれそうじゃな。実はこのカマキリ、益虫もいっぱい食べてしまうのだ。益虫も。カマキリは昆虫の中では食物連鎖の上位に位置しているため、とにかくいろんな昆虫を食べるのだ。まあ畑のお掃除屋さんみたいなものだ。
まあ、駅中って言ってもええんかな。かっこいいから駅中なのだ。なのでカマキリを捕まえようとして釜で引っかかれて、そのままカマキリを潰すようなことはしてほしくないのだ。カマキリは遠くで見て害虫を捕まえるのを観察するのでええかな。それじゃあ次は気持ち悪い系の虫さんなのだ。うわ、ついに来たか。まずはジョロウグモなのだ。画像が出るまで3、2、1。キラキラ SE で可愛くなったのだ。キモい。ダメなのだ、アカネ。ジョロウグモは駅中なのだ。ジョロウグモはクモの巣を張るタイプの雲であり、蝶々やガナドの空を飛ぶ害虫を捕まえて食べてくれるのだ。まあ確かにそうじゃな、イモムシの発生を防いでくれるんじゃな。そんなジョロウグモなどの雲は釈迦の使いと呼ばれ、古くから福を呼んでくれると言われているのだ。雲が福を呼んでくれる。そうなのだ。晴れの日に巣を作るため、朝に雲が巣を作っていると一日中晴れになると言われ、雲の糸はいろんな生き物を引き寄せるため、客を引き寄せる商売人にとっても縁起がいいのだ。そして芥川龍之介の雲の糸に釈迦の使いとして登場しているのだ。駅中じゃから優遇されとんじゃな。なぜこんなに雲が古くから優遇されているのかというと、雲は駅中だけど気持ち悪い。それだと駅中なのに潰そうとする人が出てくるので、こういった雲のありがたい話を作ることで雲を潰す人を減らそうではないかという、雲のイメージアップキャンペーンだとアップル氏は考えているのだ。ありがたい生き物じゃから潰したらいけんで。ちなみにジョロウ雲の名前の由来の一つにジョロウがあり、ジョロウとは昔の日本のあんなことやこんなことをするお店の女性のことで、別名遊女とも言うのだ。ジョロウは派手な格好をしていたため、他の雲よりも派手な雲ということでジョロウ雲という名前になったとされているのだ。ジョロウ雲の模様を見ると結構派手な着物っぽくて、そういう名前になるのも納得なのだ。私はジョロウグモの餌を捕まえるところからジョロウグモになったと思うで、交尾の後にオスを食べるし。そんな視点を持ってるなんて、アカネは怖い女じゃなくてジョロウなのだ。視聴者が勘違いするじゃろ。もしクモの巣を張っているジョロウグモを見つけたら、そう取り省くなんてことはしないでほしいのだ。もし通路に巣を張っているなら、クモさんに優しく退却してほしいのだ。そして長くなるので多くの種類解説しないけど、クモは基本的に駅中なので大切にしてほしいのだ。とあるクモがネット上で文章って崇められとるな。そして最後の駅中解説、それはゲジゲジなのだ。ゲジゲジ、なんか気持ち悪そうな名前じゃけど、なんなん。それでは画像を出すのだ。3、2、1。うわ、足多くてキモ。ゲジゲジはゲジ目に分類しているムカデの総称で、ムカデに近い生き物なのだ。え、ムカデって毒があるんじゃ。確かにムカデには毒があるんだけど、ゲジゲジには人間に危害を加える量の毒はないのだ。それどころか家の中にいるGを食べてくれる駅中なのだ。G 食べてくれるん。そうなのだ。なのでゲジゲジが家の中に出てきたら、そっとしてほしいのだ。そんなゲジゲジは草むら、落葉や石の下などに生息していて、ハヤトコジアミなどの害虫を食べてくれるのだ。ガの幼虫は土の中にいたりするので、ゲジゲジがガの幼虫を食べてくれると思うのだ。ガは害虫じゃったな。それでトコジラミはカメムシの仲間の虫で、植物ではなく人などの動物を指す虫なのだ。もし刺されてしまったら赤っぽい発疹が出てしまうのだ。この虫は農作物ではなく人間に害を与えるのだ。また知らないうちに人間の服にくっついて家に侵入してきて、寝ている間に刺してくるのだ。何か嫌じゃな。でもゲジゲジがトコジラミを食べてくれることで、こういった被害を受けにくくしてくれるのだ。じゃあ家に連れてきてしまったトコジラミを減らしてくれるんじゃな。そうなのだ。家に侵入してきたゲジゲジはなるべく見なかったことにしてほしいのだ。またアップ主の畑の土の中にも出てきたので、土の中から出てきたら踏みつぶさないでほしいのだ。ということで今回の駅中解説パート1だったのだ。じゃあパート2もあるってこと。もし好評だったらする予定なのだ。まだまだ駅中はいるのだ。ということで動画が面白かった人は、こうちゃんにフォローするといっぱいゲジゲジがやってくるのだ。やっぱ来るな。それじゃあ、エッチな生き物チャンネル3のパクリ終了なのだ。そこをイニシャルで隠すな。へこへこ、へこへこ、僕弾んだエコキムシ、交尾の相手を探しているのだ、へこへこ。いやあ、弾んだもんは下ないじゃろ。僕と虫を間違えないでほしいのだ。チューチュー、チューチュー。チューチュー点灯がやってきたで。チュ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 。チューチュー点灯がズンダエコキムシを食べようとしているのだ。害虫駆除じゃな。ズンダムシは害虫じゃないのだ。へこへこ、そこの秋あかねちゃんかわいい。やったあ、虫ちゃん、僕と交尾しませんか。へこへこ。チューチュー点灯。チューチュー。食べないでほしいのだー。